どうも、古市光太郎です。DVD 買ってくれてありがとうございます。今日はですね、私の知ってるギターのすべてこれ伝授します。まあ知ってると言っても大したことはなくて、すごい基礎的なことが多いんですけど、その基礎的なことをですね、もう一回完璧にマスターしてもらいたいなと思います。僕もですね、20年近くギター弾いて、飯食ってますけど、その基礎的なことしかやってません。だから今日私が伝授することをですね、全部マスターしてもらえれば僕にはなれます。そんな中で一緒に頑張りましょう。さて早速ですね、コードポジション、コードのポジションについてちょっと説明というかしますが、そうですね、まずコード A、僕なんか一番使うんですけど、このローコードの A ですね、いわゆるね。ところが A っていうのは、まあご存知の通り、他にもいっぱい A があります。5フレットのこの A もあります。そしてさっきのローコードのオクターブ上、ハイコードの A がありますね。それでまあこのポジションが上がっていったパターンで、これも A です。でももっといっちゃうと、こういう、G からこう上がっていったパターンの A っていうのもありますけど、まあいろいろあるってことをとりあえず覚えてください。それからですね、じゃあ今度はコード変えてやってみましょう。今度はコード D で、これがやっぱりオープンコードの D ですね。そしてここにもあります。10フレットにもあります。ちょっと高いけどね、 E にも同じ。いろんなポジションがあるってことをもう一回頭にちょっと叩き込んでください。それでですね、曲に入った時に当然コード進行っていうのが出てくるわけですけど、例えばこういうコード進行があったとしますね。今のはですね、 G、E フラット、C、G ってきたんですけど、まあ今ご覧になって分かると思うんですけど、ポジションがこう離れてましたよね。ね、近い方がベストっていう、発想がまあ一般的にはあるんですね。例えば今のコード進行の場合だと、この距離ね、この距離がちょっとあまり良くないんじゃないかっていうことで、ここの E フラットがこの近くにないか近場にないかなって思って考えるわけです。そうするとこういうのがあるんです。この C、これが1フレット動くと当然 D ですね。次が E だ。で E フラットだからその半音こっちだ。でそうするとここに E フラットっていうのがあるわけです。じゃあこれを使っちゃえばポジションも移動も少なくて済むんじゃないって話ですね。というのが一つの例です。もう一個ちょっと紹介します。じゃあ今度は C、F、G でやってみようかな。これはまあ全然これでも近くて全然いいんですけど、ライブのこう例えばこうアクションつけたりとか、なんていうんだろうね、動き回って弾いたりするときにちょっとこうずれると、そういうときにどうするかっていうことで、僕なんかはC だけこうローコードを使ってみたりとかするわけですね。ただこれで何でもかんでも近い方がいいんだっていうことでやってほしくないんですよ。なぜならですね、逆の発想で例えばね、さっきのコード進行に戻るけど、この移動の距離がですね、すごくこう見た目に難しそうだなとか、ちょっと派手に見えたりとかする場合もあるんですね。だから一概にその
何でもかんでも近いところに持ってこないで、見た目だったり、あと当然曲に合ってるか合ってないかっていうのも最も重要なんだけど、この響きよりこっちの響きがいいっていう曲も絶対あるので、その辺はもう柔軟な発想でやってほしいです。ただ近い方がまあベストっていうことを頭の片隅に置いといてください。それを分かった上でいろんなところでやるのは非常にいいと思います。はい、例えばですね、こんなコード進行があるとしますね。 D E A D E A D E A E。 これまあって全然いいんですけど、俺なんかだともうこれはですね、確実にもうなんていうの、いい加減バージョンというか、ちょっと見てください。もう全部多分オープンコードでいっちゃうと思うんですね。でこの A のところで例えばここ入れてみようか。これが入るだけでも全然雰囲気が変わってくるでしょう。今 E の途中でもハイポジション入れてみたんだけど、全然やっぱりこの雰囲気が変わって聞こえるよね。こんな感じでですね、もう自由にいろいろやってみてください。それで一番かっこいいなと思ったやつに落ち着けばいいと思うんで、いろいろチャレンジしてみてください。コードの話が出てるので、ちょっとですね追加で説明させてもらいます。よくコードというと6本の弦を全部鳴らさなきゃいけないというですね、律儀な発想でいる方がいるんですけど、全然そんなことないですね。必要なところだけ弾けばいいし、うん、そんな感じ。ちょっとじゃあ見てみてくださいね。A と G でやってみます。例えばこういうのがあるとしますね。今やったのは A の頭は低い方しか弾かないんですね。でその後に全部弾くと、 G に関してはもう低い方3本も鳴ってるか鳴ってないかって感じですね。もう他のコードでも、そんな感じなんで、あんまり固く考えないでください。それとですね、このポジションあるじゃない、当然6弦がですねルートになってるわけですね。ベーシックなベース音になってるわけですけど、結構ステージに出るとですねかったりんですね。で僕なんかだからその結構やっぱ動いたりして弾くもんで、ちょっとかったりと、まあでもベーシストに任せちゃえばいいなっていう発想であったりもしますので、本当にあまりこう固く考えないでください、楽器自体を。僕なんかだから結構人に任せちゃってます。